この姿、しっかり3年前だね。それに依然と変わっていなければ。ソフィア様、またこの場所にいたのですか。フロー、私の教育係だった人が、普段は専門の業務で忙しいはずなのにずっと私の面倒を見てる人、正直うざい？いいでしょ、どうせやることなんてないし、好きにさせてよ。ダメです、やることがないとおっしゃいますが、本当にないのでしょうか。ソフィア様、あなたは完璧なのですか。何をとっても文句のつけどころのないお方なのでしょうか。私はそうは思えませんが、自分自身のできないこと、それらを追求する、それが成長というものです。昨日の自分よりも明日の自分が一つでも知識を身につければ成長です。それを積み重ねていけば大きな財産となります。始まった、長い長い説教、すでに何千年も生きているフローは、成長。って言葉が好きらしい。長く生きるからこそ無駄に時間を過ごし、生まれて数十年程度の人たちに負けたくないって考えらしい。聞いてますか、ソフィア様。聞いてる聞いてる。この試練を最後までやったことないけど、どこまで続くんだろう。そもそも何をすればいいんだろう。このまま進めば私はメディアから呼び出されて死刑宣告をされる。それまでの猶予は1週間。この1週間にも何か意味があるのかも正直わからない。正直この時の記憶はあまり思い出したくもないんだけど、仕方ない。まずこの試練が私の過去の再現なのだとすれば、どこまで再現されているのか確認してみるか。私はそれからできる限り3年前を思い出しながら過去の再現をした。ある程度同じ過ごし方をして過去を同じ結末になるのなら、この試練は正真正銘過去の再現だと証明されるからだ。あとはどこまで過去の再現をされるか、ずっと続くのか、それともどこかで止まるのか、その場合猶予がはっきりする。試練内の1週間、私にとっては久しぶりのフローの説教だったけど、いざ体感してみると昔と変わらずただただうざいだけだった。小言がすごいんだもん、聞いてて疲れるんだよね。ある意味フローの相手をするのが試練なんじゃないかって感じたほどだったけど、なんとか1週間。メリア様からです。二人でお話ししたいとのことです。来た来た、過去と同じ。私はこの時専属神の話だと思って一人浮かれて会いに行ったら死刑宣告されたわけだけど、今回は私一人だけで行く。もし同じ展開だった場合、次はフローとアリシアを同行させてみよう。数が増えた場合メリアはどうするのかな。おかしな話だね。苦い経験なのに、いざもう一度再現するとなると好奇心が勝っちゃう。ダメだね。でも気になるから仕方ない。あの日メルトリア様から聞いた情報を話したいから痕跡を残さずに集合場所に行ってほしい。今思うとなんでこの文章で専属神の話だと思ったんだろうね。愉快な思考回路をしてたのんだ。いや、それだけメリアを信じてたのかもね。あの時はまだ裏切られるなんて経験してこなかったから。ねえ、どうしたのメリア、こんなところに呼んで。いろいろ急でごめんなさい。ソフィアに話したいことがあって。心情察するよ。私の顔なんて見れるわけないよね。今から私の善意を裏切って殺そうとするんだから。ここから話す内容は私が覚えている過去と同じだった。淡々と事情を説明され最後に母親に命令されたと。今思えば怖いもの知らずだと思ってたメリアにも怖いものはあったんだね。パトだけに生きずに、パトだけの言葉を信じ、パトだけの命令を聞く、そう思ってたけど、結局偉大な母親には逆らえない。メリアだって弱虫なところがあるんだね。昔から全然変わってないね。さすがに涙は流せなかった。演技派女優じゃないしね。ただただ試練内で時間をかけて思い出した過去。この時に言った言葉を同じようにメリアに伝えた。今思うと恥ずかしいことを言ったものだ。でも本当に最後だと思ってたから言えた私の本心。でもそれも再現となると茶番に思えてくるから本当性格の悪い試練だと思うよ。さて、ここまでは順調。次は地球で目が覚めて私が自分を殺せないから自我を消したんだっけ。そこまで再現しちゃったらその後が全くわからないんだけどな。帰ってきた。この試練の期間と世界観は理解した。過去の再現、そしてその再現はメリアが私を殺そうとする1週間前から殺そうとするところまで。その期間で何かを成し遂げないといけないんだ。でも何をすればいいんだろう。はあ、やっぱり不愉快だ。ちょっとみんなの様子を見てリラックスしよう。頭も痛いし。誰もいない。試練内で最後までいたことなかったから気にしなかったけど、1週間まるまる過ごしてた。現実世界では一体どれだけ時間が進んでいるんだ。夜か。私の空腹感からして数日も当たってないと思うけど、不安だな。早いうちに部屋に戻ろう。なんか一気に時間が進んで起きたら一人だと不気味に感じるよ。あの姿はコトカちゃん。こんな夜中に一人で何をしてるんだろう。コトカちゃん、一人で何をしてるの。今何時でみんながどこにいるかわかる。もう寝ちゃった。様子がおかしい。どこか苛立ちを感じてるような、苦しんでいるような。大丈夫、体調悪いならカナちゃんに見てもらった方が。私に関わるな。何もできないくせに。次から次へと
こっちがどれだけ苦労してると。痛い。すごく痛い。顔が、火で炙られたみたいに熱い。どうして、私心配しただけなのに、叩かれなくちゃいけないの。ソフィアちゃん、試練終わったんだね。大変。ことかちゃんがオーラの訓練中に、逃げちゃった。さっきまでここにいたよ。私にビンタしてどこか行ったけど、オーラによる精神暴走だ。何それ。メリアちゃんから聞いた。能力者がオーラの使用方法になれる前に酷使すると精神異常になるって。症状は人によるらしいけど、もしことかちゃんに精神異常の症状が出てるなら、早く連れ戻さないと。ソフィアちゃん、痛い。痛い。助けられない。今すぐ部屋に運ぶ、かなちゃんも呼ばないと。頑張って、ソフィアちゃん。ああ、油断した。普段なら常時不可能支配使ってたのに。私はもともと感度が非常に高いのをちゃんと気をつけてたのに。ソフィアちゃん、ソフィアちゃん、大丈夫？気を失っちゃった。早くしないと。私は生まれつき体が弱い。運動なんてしたらすぐに体力が切れて倒れてしまう。少し頑張ったら筋肉痛。その痛みでひどい発熱。本来歩くこともままならない状態。私は突然変異種の新生エルフ属。体が弱い代わりにオーラ用。オーラ技術、能力技術が高く、生まれた時点で新生エルフ属の信号を容易に倒せる力があった。能力も、一睡能、帝王神ベルトリアですら何一つ理解できない法則を扱う世界にたった一人、私だけが扱える一種の能力、これは本当に強力だった。理解できないということは私の能力を止める術が存在しないということなのだから。私は歩くだけでも辛い、環境の影響を受けやすい、少しつまずいただけでも激痛で立っていられない、だから必ず無傷の完全勝利を求められる、誰よりも完璧を求められる私。理解している。周りが私に優しいのは私が弱いから、過保護なのは私の責任。だけど今は自分の足でこうやって進みたい方向に歩いてる。今はパトもメリアもいない。だけど仲間はいる。今私に求められるのは二人がいなくてもみんなを導くこと。きっと助けられることも多い。だけど私にしかできないこともあるのだから今はサボってなんかいられないよね。あれ？なんで朝？おはようございます、ソフィアさん。おっはよう、どうしたの？わざわざ起きるまで待っててくれたの。そういえばもう二日もお風呂入ってなかったな。朝風呂に入ろう。誰も汚いソフィアちゃんなんて望んでないだろうしね。あの、昨日は本当にごめんなさい。私ソフィアちゃんたちにひどいことを。ああ、言って言って、謝罪なんていらないよ。そうですよね、謝って済む問題ではないですよね。私もバカだな、謝って許されるなんて思ってたのかな。違う違う、そもそもことかちゃんは悪くないって話だよ。オーラ初心者を相手したことなかったから失念してたよ。慎重にやらないと精神異常が起きるんだね。私も、オーラを教えたハクちゃんにも問題はあったね。こればかりはことかちゃんを責められるような問題じゃないよ。急いで目の力を使えるようにせかした私たちの責任。だからことかちゃんは被害者だよ。記憶ある分辛いよね。今まで暴力なんてしてこなかったんでしょ。それが気が荒れて私を叩いた。なんて怖くて眠れなかったでしょ。許してくれるだけでも救われるのに、私に責任はないまで。わかった、どうせ何かしないと気が済まないんでしょ。なら一緒にお風呂入って背中でも流してよ。どうせことかちゃんもその調子ならお風呂入ってないんでしょ。一人でお風呂はつまらないんだ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。